5月11日は、<laughs> アーリン・佐々木愛が二十歳の誕生日やったーやったー <laughs> おめでとう <laughs> 皆さん、お待たせいたしました。ついに、私、20歳でございますやっとだね。いやー、本当にやっと。やっとだね。二十歳だよ。変わったなんか二十歳になって、これさ、でもなんかみんな19も20もあんま変わんないよってみんな言ってくるんだけど、うん、本当に変わんない変わんない。 変わんないけど。うん、でもテンション上がったよ。だよね。やっぱ上がるよね。や,やっぱなんか、<も>大人の仲間入りみたいな。そう, <laughs> そう。そうなの。でもさ、同級生とかも結構なんか、いや、10代のままでいたいとかいう人多くて。うん。それは思わないね。やっぱそうだよね。うん、私も。いやー、嬉しいですね。いや、皆さんね、ももくろもついに全員20代ということで。えー、びっくりだよ。もう本当に大人だね。ね。でも、高木さんも、 あの、桃田さんも二十歳になって大人っぽさをね、うん、出してこう出してこうって言って、うん、結局この様なんですよ。もう、アーリンが。ここでね、やっぱり。うん、塗りかけてね。全員二十歳という。桃黒クラブに、ようこそ私たち今会えるアイドル、週末ヒロイン、桃色クローバー、ぜーでは、今夜のメンバーの全力自己紹介ですはい、えー、皆さん手拍子お願いします。せーのちっちゃい,い,いけれど、元気でー ちょっぴりおバカなももかです。アア最後にみんなで一緒に。ありゃはい、ももクロのちょっぴりおバカなチエさんの巨人、ありゆすももか21歳です。よろしくお願いします。はい。じゃあ次、あーちゃん。はい、それでは皆さん一緒にお願いします。いくよせーの。お肌の折っているキュ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 アあーりんのほっぺはプニップニにプニップニ ピチピチでしょピチピチ,ピチ,ピチね本ほんとになんかスタッフさんがボソボソ一緒に自己紹介してくるもん、怖い。めぇ。はい、えー、っと、ちょっぴりセクシーでお茶目な、ももクロナイドラ、アーリンこと佐々木彩香です。よろしくお願いします。という二人で、今日はお届けしていきたいと思います。さあ、それではまず、アリアさんからお選びください。いえー、大阪府お,お住まいの、うん、ラジオネーム、うん、大阪の隠れイエローノフ。 あ、キ象にリンししだね。<ー>イエローノフ。イエローフ。うん。えー、ももクロちゃんこんばんは。こんばんは。うん、んんは毎週、毎週楽しく聞いています。はい。我が家では、ご飯に汁物がある時は、食事中、お茶や水を飲むのは禁止なのですが、<ー>この間、友達にそのことを話したら、変と言われました。はい。ももクロの皆さんにも、我が家だけの変わったルールとかありますか教えてください。わあ、飲み物飲んじゃいけないんだ。 それもすごいね。あれかなお腹いっぱいになっちゃうかなかなお水で。ちょぽちょぽしちゃうのうん。でも、やはり。いや、あるよ。あるよね。ルールならいっぱいありますけど。いや、うちは多分ね、ある。いや、ある、あるコンビーだよね。ーーうん、そうそう。でも、あの、うちはご飯の時で言うと、うん、テレビはついちゃダメだね。出た、それ。も私、結構前にその話を聞いた、うん、びっくりしたもん。うん、そう、あのね。うん ママが嫌がる、すごい。で、まあ、うん、あの、もう絶対ダメじゃないんだけど、もうどうしても見たいテレビがあったりとかしたら見てもいいんだけど、でも基本的にはテレビはつけちゃダメだね。ちゃんとご飯、こう、お箸とか並べてる時にピッって消されて、へ<ー>あの、すごいね。そう、食べ終わった人は見ていいの。 だから、どうしても、まあ、から絶対あの番組見たいとかあったら、もう急いで食べなきゃダメ。大変だね、それ。急いで食べる、もう本当に。やばいやばいやばいって。そう、それこっちも録画しなさいみたいなね。じゃあ、みんなで食べてて、ありだけ先に食べ終わったら、もうつけていいのあ、見てあの、ちゃんとお片付けして、あの、食器とかを流しに戻して、もう、あの、テレビの方行っていいの。あ、いいんだ。そう、だから、 そんな別に家広くないんだけど、うん、あの、ダイニングテーブルからテレビはちょっと見にくいとこにある。あ、もうそういう設定なんだね。そう、きっとね、もうテレビ見る人はソファーに座って見るみたいな。ああ、なるほどね。だから、もうあの、まあ、あもし万が一ついてても音ぐらいしか気にならないくらいの、<ー>そう、感じだね。あとさ、でも、ご飯食べてる時にスマホいじっちゃいけないのもさ。あーそれはうち、うちもあるけど。うちもある。あ、でも、うん、結構これお、あるおうち多いんじゃないあるんだろうね、きっとね。う,んうん、うちも、 まあ、でもなかなかいじろうと思わないけど。そんなにね。本当に気になる連絡が。仕事とかね。ない限りはしの時間とかなければ。まあ、いじりたいと思わないけど、携帯も宇宙ダメだね。そういうこと。なんとなくだけ。私さ、その昔さ、携帯を、所定位置に置かないといけなかったあの、寝るときに。リビング そう、リビング。あー、持ってっちゃいけないやつだ自分の部屋,部屋持ち込み禁止だったのよ。え日中は日中は全然いいんだけど、うんうん、でも寝るときは、要はやっぱいじって、ね、いつまでも寝ないからっていうので、うんうん、中学、高校の時は、うん、だから要はまあガラケー時代だよね。ガラケー時代はダメだったの。家にわかるわかる。部屋に持ち込むのダメで、もう、置く場所があって、そこに絶対に置かなきゃいけなくて、うんうん そう。いや、私もでも、私ずっとママとパパと寝てたから、うん、部屋、夜寝るときは、まあもう普通に持って行く必要なかったから、かかあれだけど、私日中ダメだった気がする。普通に自分の部屋で携帯いじっちゃダメだった気がする。マジでそれすごいね。まあまあ、私自分の部屋あんま使わないから、<ー>勉強するときとかもリビングでする人だったから、あ、うん、あ、まあ。 自分の部屋は本当に自分の洋服とか荷物置きうんうん。だったから、うん、あれだけど、あんまり部屋で携帯いじるってことないね。今でもないわ。そっか。いやでもあるよね。こうやってさ、人に言われなきゃ気づかないもんだよね。家のルールって。あるあるある。ねえ、面白いよね。うん。なんかそんな感じかな。あと他あったすごい珍しいルール、今まで。あとは、それもなんか小学、中学生ぐらいまでかな。高校生からなかったんだけど、 あの、外から帰ってきて、靴脱いで、玄関に立ち入るときに、その靴下を脱いで、綺麗な靴下に履き替えるああ、靴と一緒にもう脱いじゃうんだ、靴下も。そう、もう、外の、もう、金、要はもう汚いみたいな汚いんだ。ああ、なるほどね。ああ、綺麗好きなんだね、じゃあ、もう。ママがね。うんうん。そう。あ、でも、それがルールなのってすごいよね、なかなか。うん、すごい。あ、だってさ、まあ、 私からしたら、まあ、靴下は靴の中だからね、一応。一応、外にはあんま触れてないつもりだけど。まあでもそうだよね、蒸れてるもんね、靴の中で <laughs>。だからもう絶対に、あの、うん、あれ、ベッドとかも、うん、あの、座るのもダメだね。あー、ダメなんだ。あー、そうなんだ。うん。お風呂上がりじゃないと。お風呂上がりじゃないとダメだ、ね。あねそれ結構シビアな問題じゃないだってさ、もうさ、最悪も次の日とか休みだったらさ、もう寝ちゃう時あるじゃん、お風呂入んないで。だからそれないの。ないんだ。 朝風呂が、本当にない。や最近ちょっとやっと、デビューし始めたの。もうちょっと本当に疲れたって言って、寝ちゃう時あるけど。いやでもそれもさ、よくよく考えたらいつも綺麗な状態で寝てるベッドにさ、帰ってきたまんまのさ。だから布団の中に入らない、私。えどういうことあの、なんていうの上に寝んのそう、掛け布団の上で寝てる。枕は枕ももう、いぐる。み。ごめんね、ぬいぐるみ。あ、でもそれはあの、 あの、先週話したふーちゃんじゃなくて、うん、もうちょっとあの、新入りの、そんなにまだ思い出が。ない、ないやつ思い、思い出がそんなにない。まだちょっと若干潰しても、まあ、まあ。潰しても、まあ、いいだろうっていう、寝ぐるみを、<laughs> うん、そう、枕にしてる。寝、ね、寝、ね、る。うん<ー>。やっぱそこは、今までこう、ママに、育ててきてもらった、うん、なんかこう、ついてるね、ダメっていうのがあって、っ中に入ろうってまでは、 思わない。でも、本当に最近、そのデビューしたから、冬場になったりってどうなるんだろうっていうね。さすがに多分寒いから。そうだね。そした多分お風呂に入るんだろうね。冬だったらそんな汚くないんじゃないかみたいな気持ちも湧いてくるしね。汗かいてないし、みたいな。確かにね。すっごい話達成先て、なんかさ、あの、みんな温泉とか行くとさ、なんか面倒くさいからって言って、もう、パジャマをさ、着ていく人とかいないあ、いる、いる、いる。わかる。わかる。わかります いるじゃんいるよねいるなんで着んのと思っちゃうの、私。いや、わかるあの、いや、もう、部屋着いてパジャマ着替える人っているよね、たまに。いるだってそれ、え、後で夜着るんだよねみたいな。いや、え、嘘しょっていう。うちのメンバーもいた気がするけど、いるよね。いたよね。エリちゃんかなシオリンかなわかんない。なんかね。ちゃんかな誰だったかなそう、結構いるんだよ。いる。いる。嘘でしょって、も私、えっていう。いや、確かに、荷物は、あの、軽くなるじゃん。なのね、持っていかなくて。もう下着だけでいいわけじゃん。 でも、え嘘でしょっていつも思ってた。いつも思ってた。いや、でも嘘今もね。ちょっと共感してくれる人いるえ、分かる分かる。分かるよね。ああ、よかった。ないよね。いや、だから、そう、朝風呂、だから、その、帰って寝ちゃう時も、ま、パジャマは着るけども、次の日は絶対洗うしさ。うん。分かる。いや、でもさ、もっとずれていいジーパンを洗濯するタイミングもさ、なかなか人それぞれだと思わないああ。 だってさ、あんまりジーパン、そんなせん、もう毎回洗濯してたらさ、色落ちしちゃうしさ、硬くなって毎回履きづらいじゃん。だけどさ、じゃあいつ洗濯するのっていう。なんかすごい悩みの気はす私は、あ、今日汗かいたっていう。やっぱそうだよね。か奈こちゃんは毎回洗濯するんだって。なんか、あの子そういうのあるよね。あと、こうパーカーも、毎回洗濯する しない。しないよね。しない。だって、どんどん縮んでも。いや、そう、縮んじゃうじゃん。見て打ちたの、このパーカー。そう。これ、こう、私たちのカラーパーカー。もう、洗濯しすぎて、わけわかんないことなそう、こう、らっちゃけちゃうしさ。そう、色とかもね。色落ちちゃうしさ。変な繊維みたいなのに、出てくるし。毛玉も出ちゃうしさ。こう、毎回洗うのもあれじゃん。うん。そう、すごい、それもいつも、これ、いつから洗ってないっけなって、いつも考えて。うん。ああ、じゃあ、そろそろか、みたいな感じでさ。うん。洗うんだけど、 難しいよね。い,いや、でもまあ、これからね、夏だから T シャツ着たらね、パパパパ洗えばね、いいですもんね。